どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、 3月29日の金曜日なんですけれども、今回の動画は、今日から始まるジャイアンツ3連戦で、翌週のベイスターズ3連戦、それぞれのローテ最新情報についてです。昨シーズン同様、開幕からいいスタートを切りたいところですが、どういうマッチアップになっていくのか、で、岡田監督が明かした新たなスタメン構想、この点についてもお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、ついに本日、3月29日、2024年のプロ野球が始まります。 もう我々プロ野球ファンでタイガースファンが待ちに待ったね。シーズン始まっていきますが、今シーズンタイガースが目指すのは連覇のみ。で、そこに向けてこの阪神情報局としても、もっともっとギアを上げて、皆さんと楽しんでいければなと思っておりますので、今シーズンも何卒よろしくお願いいたします。で、そういった中で今回お話をしていくのは、開幕カードのジャイアン戦、で、開幕2カード目のベイスターズ戦、それぞれのローテ最新情報。で、早速見ていきますが、今日の開幕戦、タイガースのピッチャーは青柳投手。 で、ジャイアンツの開幕投手は、こちらも去年の段階から決まっていました、戸郷投手ですね。戸郷投手は昨シーズン24試合に先発し、防御率は2.38、12勝5敗、170イニングを投げて、奪った三振は141個。 脱散心率が7.46、被打率が2割2分5厘という数字。で、そのうちタイガース戦で6試合先発し、防御率は4.12、3勝2敗という数字です。で、これはあくまで個人的なイメージにはなりますが、VS 都合投手のゲームって、まあ、完璧に抑え込まれてしまうか、それとも早い段階でバババッと点を取るか、結構数字がはっきり分かれているイメージがあるんですよ。ですので、この開幕戦、チームとしてどういうスタートを切れるかというところ。で、すでに開幕スタメンに関しては、実に52年ぶり、完全生抜きオーダーで戦う。 使うことが濃厚で、すがでその打順を考えていったとき、3番に森下選手、前川選手、どちらが入るのか、ここ気になるところなんですが、岡田監督はその3番構想について、左は3人並べへんよ。そんなんだからオープン戦とかでも、左の中継ぎ入れてないってなったら、前川入れたりするけど、それはやっぱり向こうも2枚左が入ってるやんか。そんなことはせえへんよと、このように断言。ですので、左3人が続くということを考慮し、3番森下選手、6番前川選手、この形でスタートしますかね。 で、これは開幕戦に限らず、まあ、シーズン戦う中の構想になるかなということで、さあ、まずは VS 都合投手、一体どういうゲームが待ってるか。では続いて開幕2戦目、ジャイアンツの先発は、グリフィン投手が予定されています。昨シーズンが日本1年目でしたが、20試合に先発し、防御率が2.75、6勝5敗、121イニングを投げて、奪った三振115個、 率率率が打率がが割とといいううう数数字字ででそのうちタイガース戦は3試合先発し0勝1敗防御率がという数字です、まあ、やっぱり VS グリフィン投手で個人的にイメージ残ってるのは甲子園大竹投手との投げ合いですね。試合は完全に均衡状態で大竹投手に勝ちをつけるためにはこのイニングに点を取らなければいけない。そういう展開の中、近本選手、中野選手の連続タイムリーで大竹投手に白星がついたで大竹投手は点が入った瞬間ベンチ で、涙を流すすす、まあ、タイガーーファンとししてもかななりね印象的なゲームででででたががそそののの開幕2戦目ここで先発するのがその大竹投手ですで今回は東京ドームでのマッチアップになりますが、大竹投手の東京ドームでの登板は、ホークス時代の2022年以来2度目になります。まあですので昨シーズン、大竹投手は東京ドームで投げていません。だからこそマウンドを入念にチェック。傾斜は京セラと似てるけど、土の種類は違う。 特に踏み出す足の感覚が変わってくるんで、うまく適用していけるように投げられてよかったと、このようにコメントをしています。まあ、逆に言うとジャイアンツ側も、タイガース大竹投手を東京ドームで見るのは初めてになりますからね。まあ、そういったところも活かしながら、大竹投手らしいピッチングに期待しましょう。では続いて開幕3戦目、ジャイアンツの先発予定されているのが、高橋玲投手です。高橋投手は昨シーズン、ホークスで5試合に登板し、そのうち先発が3試合。 防御率は10.80、0勝2敗。11.2回を投げて、奪った三振は2つ。左率は4割にブロッ分6厘という数字でした。まあ、高橋投手といえば2019年にブレイク。先発で12勝をマークし、その翌年は中継ぎで52試合登板。ホールド数23ということで、先発と中継ぎ両方で結果を残してきたピッチャー。まあ、ですが、ここ数年は苦しんでいましたが、今シーズンからジャイアンツに移籍。で、すでに高橋投手とタイガース打線、オープン戦で対戦していまして、この時は4回無失点に抑えられています。でその この時ヒットを打ってるのが前川選手と森下選手。この二人なんですね。まあ岡田監督は右ピッチャーの時は前川使うと。まあ、このように明言してるんで。おそらくレフトの運用。今日の開幕戦は前川選手。で、2戦目が左のグリフィン投手ですから。まあ、今日の結果次第というのもあるかもしれませんが。まあ、岡田監督の言葉から考えていくと、2戦目はレフトノイジー選手。で、3戦目はオープン戦でヒットを打ってるという背景もありますし、再び前川選手を起用。まあ、こういう流れになるかなと。で、岡田監督はこの開幕三連戦について。 巨人がどういうメンバーで来るかきっちり分かってるわけでもないしな。そら開幕戦と2戦目ではメンバーもだいぶ違うと思うし。 右ピッチャーの布陣、左ピッチャーの布陣とか、長いシーズンやるわけやから、開幕戦は143分の1でええと思うよ。俺はな、そら別に春先は5割でもええし、なんとも言え。だから1年トータル、143試合やった中でな、最終的に一番上におったらいいんやから、去年みたいに、そんなうまいことはいけへんよ、と、このようにコメントをしています。まあ、昨シーズンは開幕3連戦、見事3連勝でスタートしましたが、今年は東京ドームでの開幕、一体どういう戦いが待ってるか。さあ、では続いて翌週から始まる、開幕2カード目のベイスターズ3連戦。 ここのローテをチェックしていきますが、まあ、ちなみにベイスターズ、今日から始まるカープとの開幕カード。 投投投手平投手大貫投手大この3人が予想されています。この3人のピッチャーとは過去何度も対戦してきましたが、まあ、今シーズンのベイスターズ、今永投手とバウアー投手、この2人が抜けてますからね。まあ、その分新戦力、まあ、昨シーズンタイガースが対戦してないピッチャーも多く投げてくる。で、その中で開幕2カード目の初戦、火曜日ですね。村上投手と投げ合う形が予想されているのが、新スケッアンドレ・ジャクソン投手。ジャクソン投手はオープン戦2試合登板し、防御率は0.00、6イニングを投げて5つの で、先日行われたファームでの調整登板、5回を投げて6奪三振2失点ということで、まあ、やっぱりファーム、オープン戦の数字を見ても三振取れるピッチャーですね。で、このジャクソン投手の映像を見ましたが、結構コントロールいいです。まあ、個人的に感じたフォームの特徴とすれば、ちょっとマテオ投手に似てますかね。まあ、ただマテオ投手はちょっと横から投げるピッチャーですが、ジャクソン投手はある程度上から、で、右バッターからすればインステップ気味にね、投げてくるピッチャーなんで、まあ、慣れるまで右バッター抜けてくる怖さがもしかしたらあるかもしれません。 ただ、映像を見る限りはある程度コントロールまとまってます。ですので、今シーズンのベイスターズ戦、いきなり新戦力との戦いになりそうですが、まあ、そういったスケットピッチャーに対して、こちらもスケット野手で対抗したいところなんですが、開幕2軍スタートとなった三重瀬選手、先日27日の2軍戦、試合前練習中に負傷し、その故障内容が判明、それが左脇腹の金座賞です。まあ、昨シーズン、岩佐投手が悩まされた故障でもありますね。まあ、岩佐投手の場合は金座賞が発覚し、約2ヶ月で実戦復帰、 で、2017年には坂本選手が約3週間で実戦復帰ということで、まあ、ピッチャーと野手でどれだけ痛めてしまってるか、まあ、様々な理由でね、まあ、復帰までかかる時間はバラバラかなというところですが、まあ、ミエセス選手も1年間戦う中で、必ず力になってほしい選手、まずはしっかり治してもらって、しっかり実戦で結果を残し、一軍に上がってきてほしいところです。さあ、では続いて水曜日の2戦目、タイガースは伊藤投手の先発が予定されていますが、一方、ベイスターズの先発予定は、こちらも左の浜口投手。 浜口投手は昨シーズン14試合に登板。そのうち先発は13試合で、防御率は4.50。3勝7敗。68イニングを投げて、奪った三振56個。 脱参審率が7.41、左率が2割7分という数字。で、昨シーズン、タイガースはこの浜口投手と1試合対戦していますが、6イニングを0に抑えられています。まあ、ヒットは3本、まあ、フォアボールは4つ奪ってるんですけれども、点は奪えなかったということで、ま、もともと浜口投手はフォアボールどちらかというと多いピッチャーですから、まあ、その浜口投手を攻略するときは、まあ、フォアボールを絡めてね、結構点を奪ってる印象がありますんで、一体どういう戦いになっていくのか。では続いて木曜日の3戦目、タイガースは西幸投手の先発が予定されていますが、 ベイスターズはこちらも新戦力、中川投手です。もともとバファローズで投げていたピッチャー、まあ、2021年、1軍で1試合登板があります。ですが、昨シーズンのオフ、バファローズから戦力外通告を受けまして、今シーズンからベイスターズでプレーで、オープン戦では3試合に登板、合計13イニングで、防御率は0.00。この春しっかりアピールをしているピッチャーで、来週に向けての調整登板、ちょうど昨日2軍戦で投げていましたが、5回を投げて1失点、こちらも結果を出した。で、この中川投手、一体どういうピッチャーかというと、 アンダースローなんですよね。ですのでタイガース打線はジャイアンツ戦の3戦目。で、ベイスターズ戦の3戦目。 ここどちらもアンダースローとの対決という形になります。で、しかもそれぞれの3連戦見ていくと、右ピッチャー、左ピッチャー、アンダースロー、まあ、ここも一致ということで、まあ、これなかなかないですよね。まあ、アンダースローのピッチャーと2カード連続で戦う、まあ、そもそもこの流れがかなりレアですけれども、まあ、変則ピッチャーたち相手にも、まあ、タイガース打線がなんとか対応していってほしい。岡田監督のコメントにもあった通り、最終的に一番上にいる、まあ、これがペナントレースの者ですから、まあ、そのためにもまずはできるだけいいスタートを切りたいところ、それぞれの3連戦、どういう戦 はい、ということで、今回の動画では、開幕カードのジャイアン戦、で、開幕2カード目のベイスターズ戦、それぞれのローテ最新情報をご紹介していきました。まあ、かなりのレアケース、2カード連続でアンダースローとの対決になりますが、まあ、そこに向けても一体どういうメンバー組んでいくか、この辺りも注目していきましょう。 皆さんは最新のローテ情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報局、チャンネル登録者54,200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ。チャンネル登録者5万5千人ということで、今後とも阪神情報局、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。ついに今日からプロ野球開幕。タイガースどういうスタートを切ってくれるのか、今年も楽しみに見ていきましょう。ではまた。